インジェングは山口県周南市に本社を置く日本の企業。裏部グループに属する企業で、レーシングチームの運営を主業務としている。正式称号は株式会社インディング。1995年にトヨタのカーディーラーであるトヨタカローラー山口を母体としたレーシングチーム、チームサムシングが結成され、西日本フレッシュマンレースに参戦を開始。その後、 全日本ツーリングカー選手権やフォーミュラトヨタに参戦し、1997年から本格的な全日本選手権への参戦を踏まえ、チーム名をインジェングに変更した。1998年より全日本海産選手権への参戦を開始。2004年には元レーシングドライバーでトムスアウディスポーツ u けなどでチームマネージャーを務めた。 藤田博ひが監督として加入するなど徐々に体制を強化した結果、同チームに所属するロニー・クインタレッディが全日本海三選手権のチャンピオンを獲得し、プライベーターながらトムズ・ラ・ワークスチームを凌駕する大活躍を見せた。2006年からは、フォーミュラ日本への参戦も開始し、エンジンはトヨタから供給を受け、ドライバーにはロニー・クインタレッディと横溝直樹を起用。 メインスポンサーとしてサントリーを獲得し、チーム名はチームボスインジェングフォーミュラ日本となった。また、F3 では前年に引き続きジョニー・リード、ロベルト・ストレートの二人をドライバーに起用。2006年末には法人化され、株式会社、インギングとなり、代表取締役並びに、チーム代表に、三塚祐一が就任し、それまで監督であった、フ田タ・ヒロシはドームに移籍した。 フォーミュラ日本の監督には、ムーンクラフトのユラタクヤを迎え、フォーミュラ日本初開催の岡山大会において、ロニー・クインタレッリが、フォーミュラ日本初優勝の活躍を見せた。また、F3 では、監督に、影山雅彦そしてアドバイザーに、加藤博之を迎え、ドライバーは、ロベルト・ストレートの一大体制で参戦し、 旧型となった 3S 型エンジンでシリーズ最多優勝を誇ったが有効ポイントにおいてトムスの大島和也に及ばずシリーズ2位となる2007年末にチームオーナーの浦部春久が新たにセルモのオーナーにもなったことから2008年のホーミュラ日本にはセルモとの合同チームで参戦2大体のセルモインジェングは監督に竹内博則ドライバーは ロニー・クインタレッディと立川雄二、一大体制のストーンマークットブロック、セルもインジェングの監督には、三塚雄一、ドライバーは F3 からステップアップしたロベルト・ストレートを起用した。開幕戦では立川が2位、ストレートが3位と表彰台を飾る活躍を見せた。また、 上記の通りセルモのオーナー交代により、インギングのファクトリーは2009年に、静岡県のセルモファクトリーに統合された。2009年からは、スポンサー現象の影響もあり一大体制で参戦。監督には、竹内博則、ドライバーは、立川雄二。この年立川は、フォーミュラ日本出場100レースをなすが、同年をもって、フォーミュラドライバーを引退する。 2010年は、さらに新体制へ移行し、浦部春久が監督に就任。ドライバーには、トヨタヤングドライバーズ、プログラムドライバーの井口拓と、また立川雄二が、チームアドバイザーに就任し、若手の育成に参画した。2011年は、立川が監督に就任することが、決定。さらに、国本雄二を迎える。二千十二年は、前年の体制に加えて、 平手昭平がインパルから移籍2008年以来の複数ドライバー体制で臨む。また、チームのイメージキャラクターとして山口美和という萌えキャラクターを登場させ、トップ4ミュラーラ史上初の本格的な板車でのレース参戦をすることになった。2014年にはダラーラ SF14 導入に合わせ、平手に変えて開発能力に長けた石浦博明を獲得。 引き続き参戦の国本とともに、それぞれ2度表彰台に上がり、チームランキングも3位と躍進する。また、全日本回参戦試験にもセルモ・イン・ジェング・ジュニア、としてナニー・インドラ・パユングを用して参戦し、山口美和が F3 の車体にも登場することとなった。2015年は、第2005回山で、石浦がチームとして2007年のクインタレディ以来8年ぶりの優勝を成し遂げる。 さらに第4戦もテぎで2勝目を挙げるなどの活躍を見せチーム史上初のシリーズチャンピオンを獲得する。チームメイトの国本はランキング9位と不調に陥るもチームランキングは前年を一つ上回る2位となった。2016年は前年までの体制に加え浜島、広秀を総監督に迎える。勝利こそハーフポイントとなった石浦の第2戦岡山。 国本の第4戦岡山レースに及び最終戦鈴鹿レース1にとどまりも両者ポイントを逃した第6戦菅尾を除けば安定してポイントを獲得し国本が自身初チームとしては2年連続となるシリーズチャンピオンを獲得さらに石浦もランキング5位となりチームランキングは前年からさらに1つ上がって念願のチームタイトルも獲得 ドライバーとチームの2冠に輝いた。2017年も同体制で参戦。国本は表彰台1度1のみ、石浦も1勝と合わせて2度の表彰台のみという競争の激しいシーズンであったが、苦しみながらも前線でポイントを獲得した石浦が0.5ポイント差で、再びドライバーズタイトルを手にし、チームタイトルも合わせて2冠を連覇。最強チームとして君臨した。 2018年も体制はそのまま。石浦がモテギで優勝を飾り年間ランキング3位につけるも、国本は表彰台1回と振るわずドライバーズチームタイトル共に逃した。山口美和の描かれたトヨタ86デザインはイラストレーターの P2W 氏が担当。スーパーフォーミューラやインタープロトシリーズ全日本海産選手権などのマシンに描かれており、 2015年に、いた車として、史上初めて日本のトップホーミュラを制覇した。さらに2016年、17年と、ドライバーチームの双方を制覇しており、史上最速の萌えキャラの異名を持つ。また全日本ラリー選手権の JN4 及び JN3 クラスでサンドチャンピオンを獲得した、山口カローラ社員のソネタカヒトが狩るトヨタ86にも描かれている。 ベースゲーム、グランツーリスモスポーツでは、スーパーフォーミュラのマシンである SF19 が収録されたため、車体装飾用カーリバリー素材が公式に公開されている。ありがとうございます。